兵庫県立神戸鈴蘭大高等学校。兵庫県立神戸鈴蘭大高等学校は、兵庫県神戸市北区にある県立高等学校である。略称は鈴高、神霊。六甲山地に連なる菊水山の中原に位置し、高知内外ともに、緑が多く自然豊かな学校として知られ、高知内に登山道も存在する。また、山を切り開いて学校が建てられているため、 敷地内の高低差が大きく、正門側は最大交番4.5%の車道が、裏門側は100段町の階段がそれぞれ存在する。正門に横に三等三角点が設置されており、その標高は350メートルである。これは、県内の公立高等学校では、兵庫県立神戸校北高等学校に次ぐ2番目の高さである。住所は山田町だが、正門。 裏門はそれぞれ中里町と鈴蘭台東町に面している。校舎は旧鈴蘭内高校の校舎を使用している。管理棟と生徒棟からなり、渡り、廊下などでつながっている。共に1964年春工で、管理棟は地上4階、東屋2階、生徒棟は地上4階である。校舎が古いこともあって、バリアフリー設備は、 あまり整っておらず、エレベーターはない。2011年から2012年にかけて、耐震補強工事が行われ、その後、ホームルーム教室に空調が設置された。また、2014年には屋上に太陽光パネルが設置された。標高が高く、また帰宅自体気温が低いことから、冬には各教室に石油ストーブが配備される。一方、 周辺の小中学校などで使用されるのはガスストーブである。本校が石油ストーブを使用し続ける理由の一つとして、普通教室旨にガス設備が存在しないことが挙げられる。春高当初は暖度を使用していた。普通科と普通科国際コミュニケーションコースを持ち、エリア選択制を採用している。1950年代後半から兵庫県内では、 高等学校への入学志願者が急増し、戦後すぐから設置されてきた、従来の高等学校では需要に対応しきれなくなってきたことから、兵庫県内で戦後初の完全な新設校として1963年に、神戸市兵庫区の北部、現在の北区に、兵庫県立鈴蘭大高等学校が仮設校舎ながら設置された。その後も北区を中心に、学区内の人口は、 増え続け、1980年には、兵庫県立鈴蘭大西高等学校が設置された。しかし2000年頃から少子化が顕在化し、県の財政も厳しいことから、神戸第二学区内の県立高等学校6校を、東廃合によって5校に再編する方針が、教育委員会で出された。当初は、両校の距離が約300メートルと最も近い。 兵庫県立兵庫高等学校と兵庫県立夢の大高等学校の統合が模索されたが、両校はそれぞれ旧正中学校と旧正高等女学校の流れを組む学校であり、統合に強く反発した。そこで直線距離でも約 2.5km あるものの次に距離が近い鈴蘭大高校と鈴蘭大西高校の合併が提案された。2006年、 両校の統廃合が発表されると、県立高校の再編が地域住民に十分な説明のないまま進められていることについて、県教育委員会に対し改めて説明と、統廃合の考え直しを求める反対運動が割れた。2007年、鈴蘭大高校と鈴蘭大西高校は募集が停止され、兵庫県立神戸鈴蘭大高等学校が新設された。 設置後は、スズラン大高校の校舎が使用されているが、2011年の耐震工事に際して、スズラン大西高校の舎を1年間使用した。校訓は、強制、優雅、創造であるが、これは併合された2校の伝統の強制と、2校の校訓の一文ずつから取られたものである。 合併母体となった二項を表す二つのスズランの花が合わさり一つの S の字になっている。色は S の上の部分が緑で、下の部分が青で彩られている。これはそれぞれ四季折々の自然に恵まれた六甲の山々と眼下に広がる神戸項の輝ける海を表している。高速の多くは全身の旧スズラン大高校のものを継承している。 国際文化系コースを持つことから国際交流事業が盛んでコース以外の生徒も参加可能なオーストラリアへの短期海外研修のほか中長期の海外研修に行くことができる中長期の海外研修では一時的に休学扱いになるが帰国後に現地の学校で学習した学校指定の科目の履修を認定することによって出国前の学年欄に復学できる また、海外からの留学生も受け入れているほか、青年海外協力隊を通じた留学生との交流会なども実施している。文化祭は、旧鈴蘭大高校時代から、鈴高祭りとして有名であり、一時は、三宮との間にシャトルバスも運行された。現在も、神戸鈴蘭大高校祭として存続しており、伝統である、クラス劇は、兵庫県立ピッコロ劇団の指導もあり、 有名である。2016年6月現在、文化祭時の入校には許可証が必要であり、一般人の立ち入りは規制されている。編集部、新聞部が発行している、タブロイド版の学校新聞である、鈴高新聞は、旧鈴蘭大高校開工時1963年から、旧編集委員会、 編集部の前身によって制作されており、現在に至るまで継続して発行されている。また編集部は B4 版両面の新聞を鈴高ミニプレスとして年100号を超えるペースで発行している。こうした活動が評価され、毎年全国高等学校総合文化祭で表彰される全国高校新聞年間紙面審査賞で入賞しているほか、鈴高ミニプレスは その発行状況から、大東文化大学が主催する全国高校劇コンクールで毎年入賞している。書道部、陸上競技部、水泳部なども近畿大会や全国大会などに出場し、優秀な成績を収めている。また、和太鼓ボランティア部は男組の名前で地域で広く知られている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。